フェンダーツインリバーブは、フェンダーの全身空間、ギターアンプ、12インチ8オームのスピーカーを2つ備える。使用されている最も一般的なスピーカーは、ジェンセン C12N、オックスフォード 12T6、JBLD-120F、ユタ、近年では CTS、エミネンス等である。ツインリバーブは、しばしば会話上で、フェンダーツインや、もっと短く、 ツインと省略して呼ばれるが、これをツイードやブロンド時代のツインと混同されがちである。ツインリバーブはクリーンサウンドを求めるプレイヤーのスタンダードモデルとなるよう考案され、内蔵スプリングリバーブの質の高さもよく知られている。すべてのツインリバーブはソリッドステート整流器を備える。ツインリバーブは1963年から1967年の ブラックフェイス時代に発表された。フロントの黒のコントロールパネルに白の筆記体でツインリバーブアンプと表記されている。出力は85ワットであった。1968年にフロントのコントロールパネルが黒からシルバーに変更され、それに伴いアンプ名は青字のブロック体に変更された。シルバーフェイス時代の到来である。クロスはシルバーから。 スパークリングブルーへと変更された。シルバーフェイス当初のツインリバーブは、同年に AC568 回路を使用し始めるまでは、ブラックフェイス時代の AB763 回路を使用していた。この変更後もフェンダーはしばらく AB763 使用の真空管チャートを貼っていたので、AC568 回路のユーザーも AB763。 を使っていると思い込んでいた。シルバーフェイスツインは1970年代初頭までグリルの周囲をアルミフレームでカバーしていた。71年頃からはツインリバーブアンプからアンプが削除されてツインリバーブと表記されるようになった。1970年代中頃のマイナーチェンジでグリルはスパークリングシルバー、オレンジとなった。クロス左上角の フェンダーのロゴは1968年から1972年の間、ブラックフェイス時代に見られる河川を伴っている。1973年にはロゴから河川が消え代わりに、メイドイン USA の文字が入り、1970年代後期まで続く。出力管の電圧上昇に伴い、アンプの出力は100ワットになった。またこの時、 プッシュプルブースタースイッチ付きのマスターボリュームがシルバーフェイスモデルの標準装備となる。1977年から1982年の間には出力が 135W に上昇した。この増加は出力部の挑戦系トポロジーへの変更による部分もある。1983年に出力が 105W になり、回路は違うものの外装はブラックフェイス時代に戻った。 ツインリバーブ2が発表された。このモデルは1986年まで製造された。ツインリバーブ2は1987年、その外観から列島ノブツインとして知られる雑印にリプレースされた。25W と 100W の出力が選択可能な2つのアウトプットスイッチを持つ。列島ノブツインは1994年まで生産された。 ブラックフェイスのリーシューツインリバーブとギブソン SG1992 年には、ブラックフェイス時代の外装、85ワット出力、ジェンセン C12K スピーカーを使用した65リーシューを発表。リーシューはプリント基板を使用しており、フットスイッチ用ジャックは、ヴィンテージモデルが RCA ジャック2本なのに対し、ステレオフォーンジャックを使用している。ありがとうございます。